成田君は名古屋で、名古屋を中心に活動している、これからの、ね、若手のギタリストです。どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。またフライパンさんでもね、ライブ決まりましたか？次まだ？あ、この間やったんだね。フライパンでライブをね、次あ、決まってるんじゃん決まってるね、皆さんどうぞあのその時ぜひいらしてください。ボーカリストさんと2人でね回ってます、ギター成瀬明、ありがとうございました。では佐山さんに一曲ね、ソロが聴きたいと思いますね、皆さん。もう一曲にどうでしょう。いや、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、またもあの、成瀬君はちょっと告知っぽいことですよ。僕も一個だけあのね、そういうのはここ来てびっくりしたんですけど、隣ドラマシティなんですね。で、あのつい一昨日終わったパルコ劇場のミュージカルがあって、それはあの鈴木聡という人が脚本と演出して、僕が音楽を担当したんだから、音楽担当することはよくあるんだが、書き下ろしのミュージカルだから全部僕の曲なんです。オープニングから歌から入るから、それでおまけに台本が来て日本語やから、日本語に、まあ、すごいジャズっぽい曲です。自信作なんで、役者も、まあ、看板は、稲垣吾郎ちゃんと宝塚っていうか松戸聖ちゃんなんですけど、後ろを固めるのは小林隆史、そして北村貴子っていうね、京都出身のミュージカル、とても素晴らしいので、あと相沢和幸と言って、まあ、サンシャインですね、三谷幸喜さんのところの主要な役者が出ています。それは大阪は公演数が少なくて、10月の31、11月の1と2の夜昼昼、夜昼夜昼夜、5公演しかないんですが、まあ、ジャニーズファンは割ときっと買い占めるんで難しいかもしれませんが、僕としては同郷の人にいっぱい見てほしいので、都合がついたらぜひ来てください。ありがとうございます。